ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションポケモンレンジャーと爽快の王子マナフィ劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションポケモンレンジャーと爽快の王子マナフィは2006年7月15日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第9作であるアドバンスジェネレーションとしては最後の作品となる 工業収入34億円。前売り券には、ポケモンレンジャーで遊べる極秘ミッションの引き換え券が付いており、それをクリアすると、マナフィの卵がもらえ、ダイヤモンドパールにマナフィの卵を送ることができた。DVD にも、初回限定でマナフィの引き換え券が付いている。映画の舞台となった海のモデルは、イタリアのナポリとカップリ島の海である。また、海底神殿。 アクーシャのモデルはナポリやローマの遺跡群である。ポケモン映画初の韓国との同時期公開。ポケモンサンデーの企画でロバートが元船乗りの老人3人組役として韓国語の声優に挑戦した。2020年11月15日には劇場版ポケットモンスター9の公開を記念し、ゲスト出演者の一人である上白石萌えが劇場で初めて見た動作の無料。 オンライン上映会が実施された。盗賊団、ファントムトループを率いる悪名高い海賊、ファントムは、ある日海底で一つの卵を手に入れるが、忍び込んでいた、ポケモンレンジャーの、ジャック・ウォーカーにより奪われる。一方、サトシ一行は、旅の途中で、ポケモンと心を通わすことができるという今では、数少ない水の民の一族の末裔。 ヒロミとその家族によるマリーナ一座に出会う。たまたま一座と旅を共にすることになったサトシ一行だが、旅の途中遥かは偶然にも不思議に光るマナフィの卵を発見する。実はマナフィの卵をファントム一味から守るため、ジャッキーが密かにマナフィと関わり深い水の民の末裔であるマリーナ一座協力のもと、 ピエロとして隠れながらマナフィの卵を育てていたのである。ハルカは不思議なポケモンの卵に興味を示すものの、マリーナ一座はこれを隠そうとする。しかしある晩、マナフィの卵の不思議な力により、ハルカはかつて水の民がポケモンとの信仰を深める、ために建造した海底神殿、悪勇者へと導くことを運命づけられた、まだ見ぬマナフィの不思議な夢を見る。 この神殿に不思議な感覚を覚えた遥かはこれをマリーが一座に話したところ衝撃の事実を知らされる。ポケモンと心を通わすことのできる水の民が誰でも一度は見るというこの夢にまつわる言い伝えを聞かされた遥かは自らとマナフィの運命づけられた不思議なつながりに心をときめかせるのだった。詳細は個別記事かアニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。 一部のポケモンは CG になっている。本作にはオープニングが存在しない。月刊コロコロコミックに漫画版が掲載された。作画は溝口誠。ありがとうございます。